あの姿を見る限り、ランちゃんに逆に投票しない人の方がおそらく少ないだろうなと。えっと、なんで今回、石井ランちゃんが1位になったんでしょうかっていうところのお話ですね、ご質問すごくたくさんいただいているところで、これだけ票が多く集まって、しかもその240ですよね。で210 こころちゃんと、まあ、ここまで差が開くっていう30万票の差が開いたっていうところに関しての、まあ、一つの大きな原因じゃないですけれども理由として考えられるのはシンプルにロケッティアのパフォーマンスがまた素晴らしく良かったのもあるのかなというそのロケッティアのパフォーマンスを見てランちゃんには絶対に入れるっていう。 こ,んここまでは11ピックなんですよねで11ピックっていう風になった時にほぼほぼえっと全体の総数がわからんのですよ。結局何人が投票してるのかっていうのはちょっとわからないのであれなんですけれどもおそらくほぼほぼランちゃんには全員入れてると仮に仮定したとするとこの 数もなんか納得できる部分ではあるかなっていうふうに思って見ているぐらい、まあ、最終的に3位から1位にっていうところの5周目から6周目に追い上げたところも含めておそらくーロケッティアでのパフォーマンスがさらにインパクトを与えたのではないかなと。 ももなちゃんが1位から3位になって、でそのまま3位になってっていうところなのかな、3位から3位っていうところの変動がない部分も含めてですけれども、ももなちゃんとらんちゃんの今回の,そのパフォーマンスの内容を比べたときには、明らかにやっぱりらんちゃんの方が良かったんですよね、内容的にも。 で今パーってこう皆さんのパフォーマンスのところを想像しながら、えー、各順位の方たちを見ていった時にやっぱりシンプルに分かりやすい。 ですごいことをやってるよね。で、チームもしっかりまとめていたしっていうところの、えー、いわゆるプロセスの部分ですね。番組の中における、いわゆる、えー、どういうふうにじゃあロケットやチームがー編成されてメンバーを決めて取り組んできたのかっていうところのビハインドの部分と、じゃあその結果を受けて作品の内容どうだったのかっていうところの、まあだいたい評価塾はこの2つになると思うんですけども、この2つで非常に今回のランちゃんもすごく、 いい印象を残されていたっていうところであの姿を見る限りランちゃんに逆に投票しない人の方がおそらく少ないだろうなというふうに感じているところもありましてまあその基本的には推しに皆さんがやっぱり投票するじゃないですかでなった時にはやはりその投票というところに対して とてもこうイレギュラーなことをする人っていうのはほぼほぼいないと思うんですよね、まあ、たまにいるかもしれないですけども今回のポジションバトルにおいては全員が認めたっていう風うに言っても過言ではないのではないかなという風うに思うぐらいの、えー、得票数の数かなと いいう,うに見ていて感じたところがございますというところで、まあ、マックスで票をもらったとしたらこのぐらいになるよねっていうところと、まあ、プラスベネフィットの部分も一応加算されてはいますけれども、まあ、ベネフィットを引いても1位っていうことは、まあ、一旦そのベネフィットを置いといた上で考えた時に、あのー、視聴者さんほぼほぼ全員が。 あランちゃんに入れたっていうところで、まあ、そのぐらいの今回はパフォーマンスの内容だったっていうところになるかなと。でこれが11ピックまではあのー、結構ありえる部分なのかなっていうふうに思っていて2ピックになるとまあそういったみんなが認める っていうその何でしょうねみんな枠っていうのがなくなるんですよね。っていう風になってくるとここから盛り,盛り返してきそうなのがえっ、ー、と桃奈ちゃんみゆちゃんすずちゃんあやねちゃんつづみちゃんけいこちゃんあなのちゃんりんちゃんココナちゃん番組見ててもすごい大きな変化があったよね成長があったよねっていう風にシンプルに 番組を見てる人ならば、まあ、自然と受け取れる情報がそのまんま表に結びついてるなっていうところなのでここまではその番組の影響ですね内容が割とこう反映されやすい順位なのかなっていうふうに思ってでもそれも多分ここまでなんだろうなっていうのは。 あー見ていて感じるのでここから先はかなりワンピックの勝負になってくる常に一定のワンピックの方たちの票が必ず入っているっていうふうにも見えてくるのでそうなってくると一番その変動が少ない人たちっていうのが実はワンピックが強いいいいんじゃないかなかっててう,うに見ているところがありますここら辺から、えー、ワンピックの強さプラスうーん感情の部分ですね。 これに関してはであとはだんだんその自分の推しが、えー、デビューするチームになった時にその自分の推しと一緒にデビューしてほしいと思う練習生を選ぶようになると思うので、まあ、例えば実力面だったりとか逆に言うとポジションが被らない人だったりとかっていう選び方にもなってくるんじゃないかなっていうふうに思いますね。うん